思ってた時期もあったんだけど、無視されたり、
じゃないですか、そんなこと。それじゃあ、なんか私責められてるみたい。え？私、付き合ってる人いるんです。ああ、そうだったんですか。ごめんなさい。今の時メールとか渡せるぐらいならあるのかなって。私も都会に隠されてきたのかな。いや、あなたはきっと違うはずです。普段なら僕と同じように、そういうとこ潔癖な人のはずです。あ、知り合ったばっかで、ただの印象にすぎませんけど。印象？垢抜けてないってことですか？あ、いや、そういうつもりで言ったんじゃ。僕、それを言ったら、とても人のことを言えるようなものじゃないですから。ですよね。はい。失礼します。もしかして相手の方とあまりうまくいってないとか。え？浮気されてて、そういうことで自分だけ一途だとバランス悪いんで、たまには誰かとランチくらいって。浮気はされてないですけどね。じゃあ不倫とか。え？結局騙されてるだけなのかなとか、なんだかんだ奥さんの方が大事に違いないってイライラしたり、自分って都合のいいだけの女なのかなって。
はぶってくれてもいいんだよ。わかってるって。僕が悪くない。死ぬか生きるか。大げさ。人間じゃない。けだものの愛だ。忘れない現実はあるね。確かに、瞬間現実を忘れない。忘れる。